くまではロシア、スーちゃん完成、舞台は東京、ピロシキーズです。PS5 予約したちゃんと。した。いっぱい、もういろんなサイト。もう全員に予約させてんね、私の PS5。全然予約戦争に勝てへん。でもうちがあのもらったらうちがもらうから。なんでやねん。俺が買う。ちゃんと買うから。じゃあ十分。最近何してんの？最近？うん。漫画読んでる。お。何で？初めて。アリちゃんが正しい発音で漫画って言ったの。いつもあの漫画っていうのなんかなんていうの、あの脇屋の小判みたいな漫画って言い方をいつも外歩いてる時もさ、漫画漫画っていう漫画漫画みたいな。俺も恥ずかしいね。なんかテンションが上がってくんの。おかしい、なんかあの発音なんの。漫画漫画言うて。漫画ってやつ。もういや。そうそう。漫画？漫画じゃない。今日はさ、何すんの？じゃあ、ちょっと聞いてみたいんですけど、2人がロシアでこう学校給食ってどんなの食べてたとか、初めて日本に来た時、その日本の給食に関してどう思ったのかって、ちょっとなんか視聴者とかから。本当に興味ある？ね、給食ほぶにほんまに聞きたいんか？いや、聞いてみたいですよ、日本人として。え、何、日本人としてはどういう回答が欲しいわけよ。やっぱ日本の給食どういう回答？ロシアの給食はクソだったけど、日本の給食食べたらクソうまくて、私は帰るじゃん、もう日本から帰れなくなったみたいなこと聞きたいの？いや、そんなじゃないですよ。これはこれはもうパワハラだよ、ここまで来たら。単純にロシアの給食がどんなんだったか教えてもらいたいなって思って。俺はね、なんかね、ずっと日本の学校に通ってるのよ、6歳から、うん、小1からずっと。だからロシアの学校に通ったことがないと思うじゃん。でも夏休みの期間だけ帰ってなんか行ってたんだよ。でもちょっとの間学校行ってたってことは、なんか夏になるとロシアに帰ってロシアの学校に行ってた。え、なんか休みないやん。でもなんかね、楽しかったよ。でもね、それはね、学校の給食食べれた。給食出るんや。で、朝ごはんと昼ごはん出てたよ。朝も出るんだ。朝も出る出る。もう大体ね、朝とかめっちゃ豪華やん。いや、豪華じゃないの。朝出てるやん。朝そばの実ばっかりやった、あの鳥の餌みたいなやつ。なんかそばの実が出てきて、ほんで、コンポートよ。おかゆみたいなやつね、コンポート。日本だとコンポート。コンポート、なんかね、何桃の缶詰の汁みたいなのあるじゃん、ああいう汁みたいな、ああいう汁をちょっと薄めたみたいな感じ。そう、それが朝ごはん。朝ごはんは鶏の餌とそのそれやったな。え、鶏の餌とってちょっともう断言するな。そこそばってのはロシアが消費量を世界で一番にしてた。日本の人ってなんか日本のものと思ってるけど、確かにあの麺状のものにはないんだけど、そばの実自体はめっちゃ食うねんな、ロシア人って。めっちゃ食う。だからそロシア語でなんて言うんだっけ、あれ。きつい。グリチカ。グリチカ、そう、グリチナカーシャって言って、それバターとか入れて食べるんで、そばをバターって一緒に。あとミルクとか。そう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 、うん。それはロシアの一般的な朝食なんですか。一般的な朝食。まあでもどこの家庭でも絶対どこの家庭で食べてる。なんかあの米あるじゃん、日本って家に米あるじゃん。ロシアはそばの実、それは家にある。うん、米よりもそばの実はない家はないかな。ほんでまあたまになんかあの何、オートミール的な。なんかオートミールだとか、あとなんかあの黄色いなんか丸いこう粒々がいっぱいあって、それもなんかカーシャになる。まあ何せなんか鳥の餌シリーズよ、全部俺からしたら鳥の餌なんだよ、それは。まあでもなんかまあ慣れたら、ああそっかみたいな。で、昼ご飯も鳥の餌や。いや、ほんまに？いや、そのパターンもあった。え、朝食べたやんみたいな。それちょっと、朝それミルクに入れてたけど、昼はそれお湯で炊いたおかゆになったパターンなだけじゃないみたいな。ちょっとあったね、そう。そう、なんかね、ロシ。でもあとはね、ボルシチとか、あと、ボルシチは出てくるんや。出てきた、出てきた。あと、グリーンピースのスープ。ガロハブスープって言って。あ、もうなんか。グリーンピーススープ。あ、でもそれはね、美味しかった。ロシアのグリーンピースって美味しくない？日本のグリーンピースってなんか偽物やねん。偽物なん？なんか偽物やねん。緑やねん、めっちゃ。ロシアのグリーンピースでしょ。だからその、多分あれ着色してるよ、日本のやつ。そうなん？なんでそんな言ってる？ほんとほんと。なんでなん？ロシアのやつはなんか茶色いの。茶色くない？なんかグリーンピース。腐ってんじゃないの？違うの。
そっちのが美味しいの。あーでもなんか日本のグリーンピースはなんか甘いんだよね。なんかでもロシアのグリーンピースはしょっぱくて、確かに確かにパサパサしてる。そう、うん、美味しいよ。でもそれのスープ、魚の入ったスープとかね、保存してんのかな、保存食なのかな。あ、そんなのかもね。ね、いや、パサパサしてんのは。聞いてるとさっきからスープばっかり言ってないですか。そう、スープしか食わねえのあいつら。ロシアってね、みんななんかいろいろあるけどスープばっかりだよ基本。基本的にね、昼ご飯はスープなの。まあメインがで、欲しけりゃパン何個か置いてるからパン取って食べりゃいいよみたいな。なんかね、日本みたいに粉ごました大きいおかず、ちっちゃいおかず、何つ何つみたいな、そんなんはなくて一つの、だってあんたボルシチで栄養全部取れんじゃんみたいな感じ。全部入ってんじゃん、全部入ってるから別にバランスいいよみたいな。野菜も入ってるし肉も入ってるし、もうそれ食ったけど。じゃあやっぱロシアの給食はじゃあスープとパン、スープとパンよ。パン、スープとパン、ペリメニとパン、パンとあとパンとパンやなだから多分お金がなかったらパンとパンで生きていけるわけよ。パンがあればいい。じゃがいもとパン、パン。逆にじゃあ給食か、どう、あるちゃん給食さ。いや、うち日本の初めて来た時の。まだだってロシアの学校行ってて日本の学校来たんですよ。え、どうね。いや、もう初めて日本に来た時のそのなんか給食こうなる前の時間になると匂いがしてくるやん、学校中に。してくる。あれがもう初めて匂い、その匂い嗅いだ時もう強烈だった。え、どんな匂い。え、もう分からん、なんかあんかけやったんかな、あの時は。なんかこう麺になんかかけるやつかな。それいい匂いやった、悪い匂いやった。いや、もうめっちゃもう無理と思った。あー、もうゲロ吐きそう。もう初めてやったから、その匂い自体がで、嗅いだことない匂いだったから、もううわー、なにこれみたいな感じだった。いや、でもね最初全然食えんかった。やっぱね、なんか慣れ親しんだ匂いと違う匂いってなんかやっぱ違う。ロシアの飛行機乗ってもやっぱなんかね、ロシアのボルシチの匂いする。あー、するかも。でも日本の飛行機乗ったらなんかやっぱ醤油っぽい、いわゆるなんか日本の匂いするんだよね。え、ほんであんた、ごめん、給食は食べれた？いや、給食は本当にあのあんかけがもうトラウマなのよ。もうあん時は結構給食に慣れんのにめっちゃ時間かかったもん。へー。あ、もういや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 って、もうなんかその徐々にだね、本当に。例えばなんかバーっていっぱいあっても、なんか鶏肉だったらもう今日は鶏肉だけ食べてもう全部あと食べれないみたいな。へー。でも結構怒られてて、結構居残り、最初掃除の間食べさせられてた。最初はなんかまあ外国の子だから仕方ないよね、多分食べたことない食べ物だからっていう感じだったけど。いや、宗教上の理由って言ったらやん、全部宗教、その宗教上の理由で食べれます。その時の子供の時のはなんか脳みそで無理だったよ。で1ヶ月経った後になんかちょっとこうなんていうの、あ、これ好き、あ、これ好きじゃないっていうのがこう分かれてきた時にはもう先生がもう食べてくださいみたいな。じゃあだんだんと日本の給食も食べれるようになっていったんですね。そうだね、なっていって、今や、今や好き嫌いがないです。よかったよかった。じゃあお二人の好きだった給食の一つずつ教えてもらえますか。一番選んだの、もうあるんだけど名前が分かんないんだよね。まあうちはでも一番好きだったのはあのなんか何、鶏肉の足が好きだった。鶏肉の足が出てきてたんだけど、足っていうか何て言ったの、それ中国のやつじゃないそれは日本であったんだよそれ。そんなの聞いたことない。どこの住んでる、え、それロシアの給食、ロシアの給食のこと。違う、え、足なんか出ない。あの足ってあれは何て言うの、あれ違う名前やね。それあの池袋の西口の変な店で売ってるやつ。あ、もも肉ね。もも肉よ。下手くそだね、説明が。足よ。俺もこのこの足のひなみたいなんかいっぱいあるの想像したから。あれはあの葉っぱと同じ名前やね。なんていうの。あ、もみじ。あれもみじっていうねん。あ、そうなんだ。もみじじゃない。もみじじゃないよ。こう桃のなんかあの足の部分って言ってるんやけど、あれがこうカリカリに焼いてあるやつが何本かこうなんか2、3本って言ったやつが、あれも欲しかった。もう全員のなんか食べたかったぐらい。フライドチキンですか。フライドチキンなのか、いや、出ない。フライドチキンって出ないでしょ絶対。出る？
やってなかった。手羽先みたいなもんが出たってこと？まあみたいな感じの、うん、へえ。それが一番うちがなんていうの、全部の中で一番食べれるやつだったから好きだった。俺もう全体的に毎回好きなものは小さいおかずなの。知ってる？小さいおかずって。小さいおかずなんかなんていうの、メインがあって大きいおかずと、うん、こうでっかい鍋とあの小さなのやつ、うん、でそれのね、一つ好きやったのはなんか、あ、もう一個ある。肝。もう一個ある。肝。鶏の肝とかの。鶏の肝とかの肝。だからあんた肝好きになってんの。肝めっちゃ美味しかったの、給食の。みんな嫌いって言って俺めっちゃみんなのいただいて。甘辛く煮たような。そう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 、甘辛く煮たような肝。それも好きやったんだけど、一番好きなのはなんかね、もやしとかそういう草系のものがマヨネーズとシーチキンでこう絡まった、あえてあるやつがあったので、シーチキンサラダみたいなことでしょ、なんだと思うんだけど、それがもう絶妙の味付けで、もう小さいおかずの当番の時は自分用のやつはもう、ちょっと待って、あのあとやっぱロシア人やから自分が給食担当じゃない日だってあるわけよ。でそういう時にやっぱ仲間を作ってあるわけ。あいつ嫌いか、あいつ少なめにしてその帰り私のやつを、もう最低。あいつはもやしのあの端っこの取れたあの黄色いやつだけ入れて、お前最低。マジでやってた、やってた。そうやって、いやうちはきんぴらごぼうが、あー美味しかったな、あれもきんぴら。え、でも外国人の人ってごぼうなんか木食べてるみたいで嫌う人多いですけどね。それなんかまずいきんぴらごぼうなんじゃないかな、知らん。そこら辺の外国人と一緒にしないで。そうよ、私たちはロシア人つったってね、ちょっと違うんだから。ロシアでごぼうって食べるんですか？いや聞いたことない。いやなんか食べるんじゃないかな、ごぼう。食べないか。日本で初めて食べて美味しかったってことですか？うん、なんか自分はなんかコリコリシャキシャキとかなんかそういうのが好きだから、うん、結構それがきんぴらのこのカリカリしてる食感とね、アンチが結構好きだったかも。でも美味しかったね、給食。なんかあ、でも意外と美味しい。なんか楽しみもあったし、大きいおかずも全部美味しかった。シチュー以外は今日はもう最悪だっていうのはあった。でもシチュー、うちもシチューは苦手。シチュー嫌だよね、シチュー嫌だ。どの部位が美味しいっていうわけって感じだ。シチューは本当に分かんない。シチューっていうのはロシアにないってことですか？知らない。知らない。知らなかった。知らない。ある。え、でもないよね、ああいうシチューのない。ああいう感じない。あーなるほど。気持ち悪いあんなもの。あれ米にかけて食ってるやつとかいてさ、ほんともう酒すんない。友達やめたのか。そういう友達やめるのかよ。やめやめ、こんな気持ち悪くみたいな。食が合わないやつとなんか友達になれるわけないからね。いや俺シチューは嫌いだね。なんか俺乳製品なんか嫌いやからってのもあるかもわからん。いやでもシチューはうちもちょっとわからん、ほんまに。なんか外国の子でシチューが好きな人あんまりおらんやな。おらんと思う。あんなのなんか結構奇妙な組み合わせよ。なんかあのクリームソースになんかジャガイモとか突っ込んで、なんかね赤色の豆のスープとか美味しかったな。なんか豆入ってた、赤色の豆入ってたよ。豆だな。でも美味しかった、ああいうの美味しかったしな。全部美味しかったの。マッチョを食べたいな。マッチョ、マッチョの乳首あえとかさ。マッチョのなんか乳首あえ、それどういうこと？マッチョいただきますみたいな。そう、胸筋煮込みとかなんか、やば。どういう料理なの胸筋煮込み。もう嘘でもええから、その料理流行るかもしんない。そう、いいよね、お肉の胸筋。なんかあの写真載せて、今日はこのこの方の胸筋、胸筋煮込み、煮込みですみたいな。あ、それいいかも。抗がんあれとかね。あ、それ流行るかもしんない。そう、写真サイコパスな会話に広がったね、これ。